森重明は日本の歴史家である。広島県在住。日本本土空襲で命を落とした連合国の捕虜に関する研究で知られている。バラク・オバマの広島訪問においてバラク・オバマと抱擁したことは世界的な注目を集めた。2016年第64回菊池博士賞を受賞。第二次世界大戦の頃。 少年だった森は広島県広島市コイで暮らしていた。1945年8月6日の広島市への原子爆弾投下の瞬間、爆心地から約2.5キロメートル地点の自宅付近の朝日山神社の前の橋の上を歩いていた彼の体は河川へと投げ出された。彼は重傷で倒れている人々の姿を数多く目にしたが、彼らを救う手立てはなかった。 広島市が各元町にある原爆犠牲米軍事に慰例名番。森が慈悲で作成した。中央大学を卒業後、山市証券や日本学期に勤務しながら、被爆者である森は、30年以上にわたり、爆心地から約400メートル離れた中国、憲兵隊司令部で揮をしたアメリカ合衆国のパイロットの捕虜に関する研究を行ってきた。この研究をもとに、彼は、 原爆で死んだ、米兵碑死を表した。森は、2008年以来、クレグン港空襲の際に撃墜された、B、B-24 タロワ号の乗員の親類を探し出そうとしてきた。航空機の残骸は、地元の農民たちによって保管されていたが、乗員の家族に返すため、森に手渡された。2016年5月、バラク・オバマの広島訪問において、 バラク・オバマと面会した際には、オバマと抱擁を交わした。ありがとうございます。